秋田県立近代美術館は、1994年開館の県立の近代美術館である。織田の直竹、佐竹義美などの秋田蘭が、福田と吉郎、平福美野る平福百水、勝平徳氏、小西翔太郎、寺崎工業など近代絵画、松井女流の書、関谷史郎の工芸作品など、秋田県にゆかりのある作家の作品を中心に展示している。 2013年現在の館長は、河野元明。テーマパーク、秋田ふるさと村敷地内に所在する。美術館周辺には、彫刻広場、彫刻の小道、彫刻の丘があり、屋外でも彫刻を楽しめる。館内には展示室のほか、事務室、収蔵庫、ハイビジョンギャラリー、研修室、展望ルーム、ミュージアムショップを併設する。織田の直武。 東映山市のバズ池、秋田蘭ガ近代日本画、洋画、版画、書、工芸、彫刻、JR 横手駅から4階から、下は2棟に分かれており、展示室のある後、6階で2棟を橋渡しするような構造である。エントランスホールから5階までは、2棟の間の吹き抜け空間を斜めに横切るように設置された、ガラスチューブの中のエスカレーターで移動する。 展示室は5階が企画展示用、6階が収蔵品展示用となっている。ありがとうございます。